イドだちゃんと言えだお前らもちゃんと言えて今日5人全員5人魚かなそうそうそう魚人全員で怖い話をしてもらう作り話とかでとにかく怖いやつを話して何が一番怖かったのかということですねこちら決めていこうかなと思っておりましてなんかうさんくせえ MC みたいだなリボンさんからやっていきましょうリボク友人の、まあ、親戚に起こった話で、まあ、その親戚には一人っ子の女の子がいたんだけどちょっと待って、何してるのいや何してるの俺は一人で遊べばもうこれにうわっびっくりしたすげえそんなクソみたいなことに対して気になってるってボケをしてたんだけどめっちゃ怖かったそんな怖がられるとは顔もやばかった今ね、友達に聞いたと友達に聞いて、その親戚に一人っ子の女の子がいたんだけどその子はすごい病気がちで、よく入退院を繰り返したんだけどその時に両親が病院に向かってたらしいんだけどまあ車でもちろん向かっててその時にもう信号無視をしたバイクが通ったらしくて、うん、でもちろん来たから避けるんだけど、うん、避けた先にトラックが来ちゃってもう正面衝突なのよお母さんは助手席にいて助かったのギリギリもう結構本当にすごい状態重症だったんだけど、うん、ただお父さんが死んじゃって、うん、あら、でその時に病室にもちろんその女の子は写真飾ってた、うん、事故した瞬間に写真立てバーン倒れて、うん、で女の子っておかしいなみたいななんかあったんだろうかなで心配になってる時にまあ病院にちょうど連絡が来て残念ながらお父さんは亡くなってしまいましたっていうもう死とその写真が倒れるのがシンクロしちゃってるんだよそういうお話そういうのありますもんねまあまあ不思議だないいねと言いますかいいねって分かんないけどそういうのも分かんないです分かんねえのかい恭平さん恭平最近自分のこと恭平って言うよねブスな JK みたいなやめろ怖いね俺も実はかいやそうでもないそうでもないまあ俺の友達の話なんだけどおじいちゃんが病気でもう死ぬ寸前とでまあおじいちゃんが亡くなりその日の夜夢で階段が出てきたって自分が下にいてその階段の上におじいちゃんが来たの夫人だねでそのおじいちゃんが笑顔で「笑って!」「笑って!」ってこの言葉を連呼してる「うん、笑って!」ってあ笑ってって言ってるんだ、うん、滑舌悪いけどもきっと笑ってって言ってるんだな、うん、って思った分かったよおじいちゃんっつって手振ったなんてでもまあずっと笑って笑ってって言ってるずっと、うん、つってまあ目が覚めたんですこれ、うん、翌日全く一緒の夢が階段自分下おじいちゃん上で、うん、笑ってって何言ってんだろうなと思ってよくよく聞いてみたら笑って笑って変わって変わって変わってだからその階段で上がってこいってことでしょ簡単に言えばで上がったら多分変わってしまって自分が死んでしまうとめっちゃ怖いそれに気づいてもすぐ見たそれで明日って話マジかいややばい怖いえっていう話がねマジな話でしょマジな話すげえすげえまあこれは僕が一番知ってる怖い話一番怖いんですけど A さんには変わった趣味がありましてそれが自分家の屋上から夜中の自分が今いる街の景色を見ることっていうのが趣味であっていい、ね、で双眼鏡とかで、ね、静まった街を見るのが好きだったみたいな、うん、その日も双眼鏡で覗いていくんですけどなんか自分家のこの横側がもう大きい坂になってるらしくて道路みたいな坂の道路みたいな、うん、まあその日もいろいろ双眼鏡で見てたら坂の一番上の方からすごい勢いで動いてるものがあって、うん、バーって下ってきてると。はい、双眼鏡で見たらガリッガリの痩せ細った男が全裸でガンダッシュしに行って気持ち悪っなんだあれはって思った瞬間にこうなってたのがこうなったし見たの見たのガッて見てずっと見ながら走ってるのってもうすげえ降りてきてうわバンバン降りてきてもう自分自身も明らかに向かってきてこれやばいって気づいて自分の部屋入って。もう布団バッかぶって怖いからアイロン持ってたらしいのにガーってガーガーガーって今度は屋上を登る音が聞こえるの屋上までガーってなって屋上にいないっていうのが分かって今度下に降りてピンポン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 すごい連打してるらしいドアをダダ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 ッて走ってやばいやばいってなって朝の直前ぐらい寝ちゃったのそしたらまあ親が起こした時にはとんでもない汗をかいてた何かあったのか怖くても言えなかったっていう話なんですけど怖いもうスピードでそれは何なの半端じゃないスピードで走ってきたやつがガッ
って見てくれて、その情景がもう怖すぎて、気持ち悪いね、迫ってくるのやばい、情景怖すぎて、俺これ結構瞬発力一番やばいから、なるほど、ピンポイントさっていうところでさ、もう家分かってるってことやね、てかもう目がよすぎて、目もう寄って、もうこっち見るのやばい、双眼鏡でしか見えない、うん、そうだね、それが結構怖いなと思って。じゃあ4番目、のりさん、仲いい3人組の友達がいて、夜中にみんなで集まるっていうのが、まあ、恒例行事だったよね、うん、いつもその山の頂上が集合場所だったの、うん、そこに行くまでに公園があるのね、頂上で集まるんやけど、その前に公園があると。 A 君は来たけど B 君が来んへん、あいつ遅いなーって、 B 君まあ来たんや、みんな来た時に違和感があったんや、うん、あれ公園に誰かおったよなって、よくよく話をみんな聞くと、みんな同じやつ見てると。何を見たかっていうと、ブランコに乗ってる少女を見たと。で俺はあの子はうつむいてたと。あ、そうやなって A 君とも話があって、うん、自分がね、うん、あ、そうやな、で B 君が後から、いやちょっとちゃうねんなって言って、こっち見て笑ってたの、一人だけ、うん、いやおかしい、お前それはおかしいわって言って、その場パッて解散した。で次の日事故で亡くなった。そうです、 B さん。なんで死んだかっていうと、死神が微笑んだんちゃうかって。おー、なるほど。微笑んだんちゃうかって。おー、なるほど。微笑んだんちゃうか。おー、なるほど。タイミングすぎるもんな。ちょっとごめんな、ノリ、前の話の途中でさ、ここら辺でさ、超高い女性の声でうーってやるの。マジ俺、お前なんかおかしかったもんな、動き。前の高いうーってやつ、それ気持ち悪いね、うん、それがあるの聞こえたの。まあ、という、まあ、お話です。結構気持ち悪くなってきたな。で、最後、ターボーさん、はい、ある小学生 A 君がいて、 A 君をよくいじめてる 5,6 人のグループがいたのよ、うん、まあなんかこういじめられたりしても、やめてよクチャーニ、このクチャーニって何かというのが A 君の口癖だったのね、うんうん、それをなんか気の毒に思っていた同級生が、やり返したり反撃とかはしないのみたいなこと聞いたんだけど、うん、大丈夫だってって言ってどっか行っちゃうと、うん、話はめちゃう、でも変なやつだなみたいな感じでいたんだけど、それから20年後の同窓会、うん、よくいじめてた 5,6 人のグループのその友達が言ってたんだけど、そういえばあいつら全員自殺したらしいよ。マジで、その自殺の仕方っていうのも、中学校に入って気が狂って自殺してしまったとか、首吊って変な死に方、気持ち悪い死に方をしてる。で、A 君の言ってたクチャーニなんだけど、これ実は呪いで、クチャーニってさ、何回も言ってみると、クチャーニ、クチアニ、クチアニ、うわうわ、クチアニ、漢字か、口にアニって書いて呪いって。うわ、そういうことか。反撃しなかったのも呪いをかけていたから、わざわざやる必要はないと。そう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 、実際ね、死んでるもんね、自殺して、うん、A 君ですよ。 A 君じゃねえよ、お前の普段からくちゃりくちゃりって言ってねえだろ。俺さ、ずっとこいつ話してた時、ずっとかっここ首痛かったの。痛い、何かしらやっぱ声は入ってた、なんか俺らには聞こえてるのは、気持ち悪い、生音で聞こえてるのはないけど、絶対カメラのもう裏から喋ってる、うん、声入ってるのが。コメントでよく言われるけど、一番まとえてるなと思うのは、やっぱ一番視線が集まるからっていうの言われてるんだけど、もうそれでしかないのかなって。ちょくちょくまあ現象はやはり起きていると。怖かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。本当にお願いします。イベントのチケットがですね、入金が期限内にできてなかった方とか、キャンセルの分含めて追加販売今されていますので、ぜひチェックしてみてください。抽選落ちちゃった方でも、はい、もうすぐ応募すればゲットできると思います。はい、チャンネル復活だ。ぜひぜひ皆さんお願いします。お願いします。落ちちゃったみんなも絶対に来れるぞ、もう一回応募しろよ。待ってるよ。待ってる待ってる、来て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 、待ってる。次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビー、バイビー。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!